お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。お待たせしました。これより来たる舞踏会に先立ちまして、はい、舞踊の学級対抗戦白鷺杯を開催いたしますぞ。開催いたしますぞ。判定人はこの私、不詳アロイス・ランゲルトと。名前かっこいいな。ミッテル・フランク歌劇団の元歌姫、おっぱいさん、マヌエラ・カザグランダ。カザグランダ、名前かっこいいな。よろしく。よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。は。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客、シャミア・ネーブラント。クールですね。以上3名により厳正公平に判定いたします。それでは各学級の代表者は壇上へどうぞ。そうか、メルセデス選んだもんな。あ、そっか、0時から金曜日か。確かに。あ、ローレンツいるの笑う。準備はよろしいですかな。よろしいですかな。それではお願いします。ここにフェリックスいたら違和感しかないけどね。まあ、華やかですね。似合うな。まあ似合うな。終了。いや、なんか番組かよ。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。うん、私はベルシュクラッセかしら。あ、マジ？あれ、マヌエラってどこのが、どこのだっけ？とても芸術的で美しかったわ。はい、私は。お？ルーベンクラッセ。おー、ですよね。あの身のこなし、非凡なものを感じた。おー。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして。3人だけなの？はい、決まりました。もっと観客から募ったりしないの？それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝学級は？は？ルーベン。あー、やったー。あらあらあら、私嬉しいわね。嬉しいわね。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。よかったね。確かにアロイスが勝敗逃げるのはやだね。踊り子の資格を獲得しました。お、剣の舞、剣回避20。おう、思ったより、お、ディミー誕生日？お茶会しましょうよ。どうしよう。あれですね。延定疑惑が僕の中で立ってるんですけど。すまない。待たせたな、先生。かっこいいな。ありがとう。すごいな、お菓子が立派になってる。温まるな。貴重なの？ああ。まあ、強い武器かな。ああ。おう。ああ。青いから吸い込んじゃね？なるほどね。あ、なんかお茶菓子変わるって言ってたね。何でも相談してくれ。なるほど。なるほどね。ああ。住職じゃないな。仲間の評価とか好きそうだな、こいつ。なるほどね。勝ったな。時間がある時にでも稽古に付き合ってくれ。うん。お前からは学ぶものも多いだろうから。なるほどね。感心する。時間かい。考えを言う。いや、あれ。あれ。ごちそうさま。あれ。楽しい時間を。なんだって。よっ。
なんだって？海の見える場所ね。どこなんだろう。お兄様、お待ちになって。お待ちになって。いい加減に聞き分けてくれ。シスコン。ロディ海岸に行くのでしょ。私だって行きたいですもの。たいですものね。私は何も墓参りに行くのではない。教団の任務として戦いに行くのだ。セテスも戦うのね。お前が一緒では心配で戦いに集中できん。おとなしく留守番をしておいて。確かに集中できなさそうだよ。でも可愛い。あら、ちょうどいいところにいすぎだろ。嫌な予感が。どうしたの？今ここに先生がいらっしゃったのは偶然ではなく運命ですわよ。なるほどね。これからお兄様はとても危険な任務に向かわれるのですけれど。うん。ああ、西方教会の連中が教団の聖地を勝手に占拠しようとしているらしいのだ。新たな司教を立てたはいいが、それに反発する一派が過激になってしまってな。あの地には聖遺物も保管されている。聖遺物、それを奪われては厄介なことになる。私だって教団のお役に立ちたいし、お兄様のことも心配ですし。フレンちゃんだって戦えるぞ。一緒に行きたいって申し上げてますのに、頑として許してくださらないの。そこでこの任務、先生もご一緒していただけなくって。いただけなくって。先生が私の近くにいてくださるなら、お兄様も安心しますでしょ。確かに、セテスに信頼されてるもんな、もう。確かに、君が来てくれるなら、私としても助かるな。ね、先生、ぜひ、ご同行をお願いいたしますわ。まあ、いいでしょう。嬉しい。行きましょう。出発しましょう。西方教会ですか？ありがとうございます。デレセテ。ありがとうございます。ドロテアやっぱ人気なんだなぁ。あら、ありがとう。あら。お、浜辺だ。なんか、こいつ何？あ、海、ここも歩けんだ。あ、移動力が？移動しづらいんだね。なるほどね。移動しづらいんだったら無理に行かないでいいんじゃね？これ何これ？墓。やっぱ飛ばせたいな。ね。セテス飛ぶんかい。何、聖なる槍って。どうしよっかな。やっぱね、ディミが強くなりすぎてる感がね。まあいいか。むしろディミのとこに育てたいやつをつけたら、まあまあ、入るんじゃない？あ、そっか、二人になってる服感。忘れてた。ユリスかな？よく前に出るやつ。こうですかね。ゴー。ドラゴン強い。レピディミトリーセレスフレン。我らの神を冒涜する異端者とも、め、聖なる海岸は我ら西方教会のものだ。異端はあなた方だ。異端はあなた方だ。黙れ、廃教者の右腕め。我らが正義の刃を受けるがいい。うちのリスナーも異端ですからね。みんな異端ですね。私は石碑を奪還する。他の者は周辺の敵を排除して。なるほどね。待って、お兄様、私も一緒に参りますわ。
端はあなた方だ。まあこっち行っちゃおうか。いけるやろ。いけるいける。切り込むか。切り込め切り込め。ええけどみたいな。ああ。やっぱさ、飛んだ方がいいよね、これ。どう考えても。飛べる組はこっちかな。なるほど。ああ、どうしようかな。あっち行きたいな。はい、頑張ります。放置することになっちゃうな。そんな前出れないな。飛んだ方がおしゃれ。かね。は？強。え？今の何？今の何？あれか。なんかのアイテムか。確かに持たせてるけど。みんな強い。強いっていうか避けるね。わあ。ディミ強すぎ。ディミ強すぎ。反撃できるやつ持ってるんだっけ今。あー、持ってるね。持ってるね。だからか。だからだな。ちょっとこれめんどくさいね、結構。ドゥドゥは攻撃したいんだけどな、本当は。できないか。いや、あんま前でんのかな。アネットちゃんかな。せい。負けるわけにはいかないから。負けるわけにいかねえ。うわぁ、これしんどい。なんでフレンちゃんそんな歩けんの？やっぱ飛べるのって強いんやな。恨まないでください。めっちゃ動けるじゃん。あんまり前でないよ。普通に海も行けんのか？一応。ああ。でもなぁ、遅いしなぁ。まあ、気持ち前出て。飛べるようになりたいですね。よいしょ。いけいけ、どんどん。いけいけ。大丈夫かな。ちょっとやりすぎ。セテスって何ができるの。ゼロじゃん。強いじゃん。おお。セテス強いイメージなかったけど強いんだね。かっこいいんやん、普通に。セテスかっこよくてくさ。あ、痛いね。負けられないから。わあ、倒しちゃう。これさ、ディミ前に出したらさ、全員死ぬんじゃね？勝手に。勝手に死ぬ説ある。お、祈りだって。そうか、レア様の右腕だもんね、一応。気持ちこっち向かっていくか。気持ちね。でも意外と突っ込んでもいけんだよな。いけどんどん。未熟ですね。未熟ですよ。いけいけ。大丈夫か。計略しようかな。スイッチ。ミス。こら。こら。
こら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 。甘い。お、ペガサスナイトマスターした。飛燕の一撃と T アタック。何 T アタックって。何 D ドライブみたいな感じ ?D ドライブ。テテスさん何 ?T アタックって何使いたい。T アタックって何 ?T アタック。あ、装備しないといけないか。なんだろう T アタックって。気になる。T アタックは気になる。トライアタック。呪文かな?やっちゃえるやつはやっちゃいましょう。グリッドちゃんも強くなったね。だいぶ。反撃できるように近づいておいて。ちょっとまずいな。セテスさん?セテスさん回復でいいわ。これなんか物足りないからまだあるかもね。終わりかな。攻撃、お、そっか。強っ。あ、馬 B。馬 B。下にもおる。あ、なんかやっちゃう前に、あいつら倒したいな。いらない。もういいや。外伝推奨レベルそんな高くなかったですよ。ん?はい。お、集団魔法雷。威力2って書いてあるけど。はい、ミス。はい、ミスー。セテスさん?セテスさん?セテスさん頑張ってください。セテスさん。頼みますよ、セテスさん。セテスさん、セテスさんやばい。セテスさん逃げますなんかあそこ倒したら終わっちゃいそうだからこうしよう。恨まないでください。多分アッシュ君届くでしょ。狙撃ウィークショット倒せないか。やっちゃえやっちゃえ、アシカやっちゃえ。オディミは上のどんどん。もういい、いいでしょもういいよ、ディミで。あ、使うくすんだ。次は誰だ。全員倒しますからいくら来ても。いけるいける。便利だね、ユミ。はい、よし、マイ。サンダーソード。命中低いね。弱くはないかもしれないけど。うん。女神様。女神様。全部倒したら終わりなのかな。まあ、なんとなく。はい。お、生きてる。やるやん。魔力で威力が変わる。へぇー、そうなんだ。気は抜けない。気は抜けない。次は誰だ強いんだよな。回復してあげるか。届くやろ。オッケー。で、ゴーゴー敵のターンがないけん。わっしゃいわっしゃーい。わっしゃいわっしゃい。わっしゃいわっしゃい。黒真珠。何それ。
スカウト魅力に。魅力か。強いね。さあ、こっちも倒しちゃおうかな。アネットちゃん、あ、アネットちゃん攻撃できん？届かん？届かんのか。動かしとけばよかった。せい、せい。破裂させていく？破裂させちゃえ。はい、破裂。破裂。あ、でも、そういえば、なんかいいの手に入れたね。お、上級試験パスだ。いいね。終わったな。フレン、石碑に果敢を備えに行くか。そうだった。ルーン持たせんだったわ。もちろんですわ。もちろんですわ。私、そのために来たんですもの。ずいぶん簡単だったな。ですよね。ですよね。それはそうだ。キホル竜騎兵団セスリン神官隊、いっぱい手に入るね。じゃん、サクサクやりましょう。協力に感謝する。これに懲りて西方教会も二度と手は出すまいが、念のため聖遺物は回収しておいた。万一にも彼らの手に渡っては困るので。聖遺物。わ、なんだこれ。君に預けておこう。大切に。また預けてくれんの？やった。しかし。つもり夏のアップデート。久しぶりに来られてよかった。この海岸は私たちにとって特別な場所だ。あ、そうなんだ。だから行きたいって言ってたのね。ああ、ここに建てられている石碑は聖キッホルの記念碑であるとともに、実は我が妻の墓でもあるのだ。ああ、そうなんだ。お母様、もう大丈夫ですわよ。どうぞ安らかにお眠りください。それは行きたいって言うわな。君にだけは話しておこう。信頼してますね。我が妻というのはフレンの母親だ。つまりフレンは我が娘。え、娘、え、娘。そうなの？そうなん。気づいてなかったけど、まあ確かに離れてた気するけどさ、歳じゃなかった。事情があってな、公には妹ということにしていた。まあまあまあ。フレンは特別な血を持つがゆえに常に命を狙われる。まあ違和感はないが。そこで素性を偽ることで追ってから身を隠す必要があった。幸い私も若く見えるようだからな。妹と言っても不自然ではない。ただの親子愛。まあまあまあ。微妙ではあるが。あ、微妙ではあるがにして。微妙ではあるが。そうか。そこは自信があったのだが。セデス結構好きなんよな。この海岸はお母様のお気に入りでしたな。私もよく一緒に来ましたのよ。なるほどね。お母様は釣りが大好きで、私はそれを横で見ているのが大好きでしたな。セテス結構いいキャラしてるよね。そうだったな。釣った魚を食べるのも大好きだったろ。ええ、もちろん。おかげで今でもお魚料理が大好きですのよ。私もここで妻から釣りを教わって、今でもたまに釣り糸を垂らしているよ。まあ心配するわな、子供だったらね。あの頃は毎日が穏やかに過ぎていた。戻れるものなら。戻れませんわよ、お父様。だから今を一生懸命生きなきゃダメですわ。ですわ。
今を一生懸命生きなさいか。妻がよく言っていた言葉だ。最初若干嫌なやつだけど、だんだん好きになってくる。確かに。過去を振り返ってばかりでは前に進めない。そろそろ帰るとするか。帰るとするか。またお花の冠を備えに参りますわね、お母様。なるほどね。概念面白いな。アッサルス、カルケウスの、なんかめっちゃ手に入るんじゃん。なにこれ。神聖武器。キッホル、セスリーン。はい。はー、はー。どうしよう。誰が誰のかわかんねえよ。もはや。